皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。したことに視聴者は驚き。Twitter、現在の X 上では TWL が日本トレンド1位となる事態に。しかし、今回の事務所の問題を受け、今年の出場は見送られる可能性が浮上してきた。アンケートでは、性加害問題を踏まえた上で、出るべきでないとの声が数多く寄せられていた。ジャニーズ事務所の問題が清算されていないから、今は問題あると思うから、騒動云々抜きにしてやっぱり出過ぎている印象が否めないから、第1位に選ばれたのは、昨年の出場者の中で石川さゆりの45回に次ぐ多さ、白組最多の35回という出場回数を持つ佐藤弘美、67。昨年はデビュー50周年イヤーということで、大ヒット曲である、男の子女の子、リンゴ殺人事件、ゴールドフィンガー99、そして最新曲である、じゃんけんぽん5のスペシャルメドレーを披露し、会場を沸かせた。何度も出場しているからこそ、どの世代も聞き覚えがあり楽しめる里のパフォーマンス。最近では番組の序盤に出演し、観客のテンションを一気に上げる存在となっている。その一方で、出場回数の多さから、もう十分出た、と捉える人もいたようだ。常連だから、何回も見たから、十分出たかと思う。歴が長いから、新しい人と交代してほしい。果たして今年の紅白歌合戦は、どのような出場者となるのか。期待が高まっている。もう紅白で見たくない。歌手ランキング白組編。ないは出場回数。1位、郷ひろみ、35回。2位、関ジャニ∞、11回。3位、山内圭介、8回。4位、三山ひろし、8回、5位、キング&プリンス、5回、6位、純烈、5回、7位、福山雅治、15回、8位、星野源、8回、9位、ゆず、13回、10位、鈴木雅之、5回、調査対象、20代から60代500人調査方法。ウェブでのアンケート、クロスマーケティングのセルフアンケートツール、QI もお使用。どう思いますか？コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。